どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2019年1月から2019年12月の間にね、まあマリオットボンボイホテルね、まあ50宿泊ね、させていただいて、今回の動画では、日本国内でね、アップグレードされたのをね、今回まとめてみようかなと思いまして、まあというのも全体ね、国内、あとニューヨーク、まあハワイ、まあ今年行ったんですけども、まあ行ったというか、まあ宿泊ねしたんですけども、まあそちらね、全部、まとめてね紹介しようかなと思ったんですけども、ちょっとねめちゃくちゃ動画長くなりそうだなと思いましたんで、まあ今回はね、まあ国内バージョンということで、またね海外バージョンもね、いずれ作っていきたいと思うんですけども、まあ今回はね、国内のマリオットホテルの、まとめということで、まあアップグレードはね、まあどのぐらいされたかっていうのをね、まあ皆さんにシェアさせていただけたらなと思います。で、まあ個別に動画出しているホテルもあれば、出してないホテルも、中にもあります。で、一応ね、料金も、出させていただいて、料金もね、表示させていただいてるんですけども、まあ料金自体はね、やはり空席状況等々でね、まあ値段は変わってきますんで、まあ一つのね、まあ目安的な感じで見ていただけたらなと思います。2019年、ね、4月から、まあ私はプラチナステータスになって、今現在もプラチナステータスということなんで、一応ね、このアップグレード自体は、私はプラチナステータスでね、アップグレードされておりますんで、まあこれがね、どの程度ゴールドステータスと、プラチナステータスね、どのぐらい分かれるかっていうのはちょっと私自身もね、まあ分かりませんので、一応私はプラチナステータスで、今回のね、紹介するアップグレードが受けられましたっていう風にね、見ていただけたらなと思います。で、まあ一つずつね、見ていただきたいなと思うんですけども、まずね、ウェスティン、東京ですね、こちら恵比寿にあるホテルで、ポイント宿泊だと、スタンダードシーズンで、5万ポイントで宿泊することができます。で、本来ね、デラックスルームっていうのがね、まあ、ポイントで、まあ、宿泊できたんですけども、アップグレードしていただいて、結構ね、すごいアップグレードしていただいたんですよね。エグゼクティブルーム、クラブラウンジ、客室2、高層階ということで、まあ、私はね、プラチナステータス持ってるんで、クラブラウンジはね、まあ、もともと入れるんですけども、エグゼクティブルームということで、まあ、かなり広い部屋にね、入れていただきました。こちらは、動画もブログもね、出しておりませんね。まあ、このホテルもね、まあ、結構良かったんですけども、まあ、ちょっとね、動画出そうか、やめようか、悩んだ末、やめたんですよね。っていうことなんで、まあ、このホテルはね、今のところブログも、動画もね、出してないですね。でも、ここもすごいね、アップグレードしていただいて、まあ、1泊5万円ぐらいのね、大体。っていう、客室にね、アップグレードしていただきました。次にですね、横浜、ベイシェラトンホテル、ホテル&タワーズだったかな。まあ、こちらは、今後ね、動画もブログも書いていきたいなと思っているホテルなんですけども、まあ、昨年末の、クリスマスシーズンにね、まあ、宿泊させていただいて、こちらもポイントでね、スタンダードダブル、客室、ワンダブルシティビューっていう客室をね、取らせていただいて、実際にね、アップグレードしていただいたのは、デラックス、クラブデラックスキング、クラブレベル、大きめ客室ワンキングっていうことで、まあこちらね、今後出る動画ね、楽しみにしていただけたらなと思うんですけども、かなりね、広い客室に、通していただけることができました。でね、窓も2つあって、横浜駅がね、まあ、すごい景色がいいっていうよりか、まあ、夜景がちょっと楽しめるっていう感じでね、本当に目の前が横浜駅っていう感じでね、とても良かったですね。続きまして、プリンス桜タワーですね。こちら品川駅にある、ホテルで、まあ、こちらね、動画出させており、いただいておりますけども、ラウンジがね、隣に新高輪プリンスホテルと、プリンスホテル高輪だったかな。まあ、プリンスホテルがね、並んでて、その隣にプリンス桜タワーっていう、マリオットとね、プリンスホテルが、まあ、共同のね、ホテルがありまして、まあ、3つホテル並んでるっていうことで、マリオットボムにね、プラチナステータスを持ってると、まあ、すべてのね、ホテルのラウンジが利用できるんですよね。ですんで、まあ、ラウンジホッピングなんかを楽しめるホテルなんですけども、まあ、当時ね、ここは、私が宿泊した時は、プリンスホテルのポイントで、まあ、宿泊したんですよね。ですんで、まあ、画像はね、ちょっと残念ながら、
マリオットボンボイルはね、ポイントの、部屋となっておりますけども、こちら、アップグレードしていたのはタワーサイド、デラックス客室キングまたはダブルっていうことで、東京タワーがね、見える、客室にねアップグレードしていただきました。まあ、ここもね本当に天気がねそんなに良くなかったんですけども、夜はね確か見えた気がしますね。多分晴れてたらねかなり綺麗に東京タワーね見れるホテルなんじゃないですかね。まあ私個人的見解だと、神奈川東京まあ関東近辺のねマリオットホテル結構泊まってきましたけども、まあ、どこが一番良かったですかって結構聞かれるんですけども、私はねこのプリンス桜タワーはね結構おすすめですね。まあ、なんていうんですかね、そのホテルが3つ並んでて、まあ、その3つがねつながってる、まあ、渡り廊下じゃないですけども、まあ、通路がですね、まあ、外なんですけども、まあ、日本庭園みたいな感じでねすごい綺麗なんですよね。まあ、池とかもあったりして、まあ、詳しくはね動画見ていただけたらなと思うんですけども、まあ、そういう意味でもねすごい楽しめるっていう、まあ、散歩コースみたいな感じでね、まあ、楽しむこともできますし、まあ、お子様いる方はねそこをのエリアでね、まあお散歩みたいなのもね楽しいんじゃないかなと思います。うちの息子もですねそこですごい遊んでましたんで、そういう意味でもまあおすすめかなっていう感じですね。次、函館の4ポイントですね。まあこちら4ポイントっていうねまあホテル、まあ、クラスっていうのもありますんで、まあこちらアップグレードなかったですね。こちらプラチナチャレンジをして、宿泊したホテルですね。次に、富士マリオットホテルですね。富士マリオットホテル山中湖なんですけども、こちらね去年の2019年のゴールデンウィークにね宿泊した際はポイントで抑えさせていただいて、スーペリアキング客室ワンキングソファーベッドっていう感じだったんですけども、当日はですね残念ながら、2019年はアップグレードしていただけなかったんですよね。まあそれねゴールデンウィークだったんですよね。まあ難しいですよね。繁忙期中の繁忙期ですよね。一泊ね、10万だったんですよね。その時の、富士マリオットホテルの宿泊価格が。とんでもないですよね。びっくりしました。で、残念ながらね、その時はアップグレードなくて、宿泊だったんですけども、その2018年の10月ぐらいだったかな。一回泊まった時はね、そちらまだ SPG アメックス持ってるだけのゴールド会員だったんですけども、その時はね、温泉付きのプレミアム客室、ワンキング、またはダブルっていう感じで、こちらね、アップグレードしていただきました。これね、アップグレードじゃないと客室は、普通のお風呂なんですよね。ですけども、温泉付きのね、プレミアムフロアにアップグレードされると、まあ、客室の、お風呂もね、温泉付きになるっていうことで、まあ、かなりおすすめですね。で、次に、シェラトン、都ホテル東京だったかな、名前が。残念ながらね、アップグレードなしでしたね。これも、ゴールデンウィークっていうことで、ゴールデンウィークだったんですけども、やはりね、こちら東京の白金台とかそこら辺にあるホテルなんですけども、やはりやっぱり東京の周辺のホテルっていうのは、まあ、そこまでね、価格上がらないみたいで、ここ安かったんですよね、ゴールデンウィーク中だったのに。確かね、2万円ぐらいだった気がするんですけど、もうちょっと安かった気がしない。そのぐらいだったんですよね、確か。まあ、そんな高くなかったんですよね。アップグレードね、いただけなかったですけどもね、ここ、まあ、ちょっとね、客室はちょっと古めな感じがね、否めない感じなんですよね。ちょっと古いなっていうのが見ててわかる感じなんですけども、ラウンジのね、食事がとても充実してるんで、まあランチタイムとかのね、食事も結構充実してたりして、夜もね、カクテルタイムの食事とかも結構充実してるんで、夕飯代わりにね、できるっちゃできるぐらいね、充実してましたね。次、伊東の修善寺、ホテルですね。スーペリアツイン、客室シングルマウンテンビューを、予約ねさせていただいて、温泉付きのねデラックスキング客室ワンキングガーデンビューっていう部屋に、アップグレードさせていただきました。ここはですね、ブログにも YouTube にもね、アップしてないですね。こちらもですね、アップグレードしていただいて、温泉付きのね、デラックスキングっていう感じで、アップグレードしていただいたんですけども、やはりいいですね。客室の中にね、温泉があるのね。ここもね、クラブラウンジがあって、ホテルの方のね、対応もすごいここ丁寧だったんですよね。ちょっと他のマリオットホテルがね、はるかになんか、
すごい高級感があるっていうか、本当に対応がすごかったですね。まあ私が行った時だけだったのかちょっとわかんないですけども、すごいね、丁寧な対応をしていただいてちょっとびっくりでしたね。個人的には結構おすすめですね。で、次に名古屋マリオットアソシアホテルかな。こちらね、名古屋駅の、JR 名古屋駅の真上だったかな、確か。すごいいい場所にあるんですよね、ここで。予約したのがスタンダールーム、スタンダードルーム、客室ワンクイーン3万ポイントでね、私の場合3万5000ポイントだったかな、だった気がするんですけど、まあそちらね、ポイント宿泊させていただいて、ここもね、すごいアップグレードしていただいたんですよね。コンシェルジュレベルの大きも客室バンキングということで、かなりね、大きい、部屋にね、アップグレードしていただきました。まあ、詳しいことはね、動画見ていただければなと思うんですけども、ここはね、クラブラウンジがすごい、改装されたばっかりなんですよね。ですんで、すごい綺麗なんですよ。ですんで、そういう意味でもね、とてもおすすめですし、なんですか、昼間のティータイムみたいな時間帯、3時ぐらいからだったと思うんですけども、スイーツとかもねすごいたくさん出て、こうすごかったですね。で、夜は夜でね、またカクテルタイムでまた別のものが出て、で朝食とかもね、限定の和朝食とかもあるんですよね。ですので、もしねプラチナステータスを持ってね宿泊される際はね、一度私のブログか YouTube ね見てもらって、そのぜひね、その限定和定食ね食べていただきたいなと思います。すごい美味しかったんで、はい、行っていただけたらなと思います。次にね、軽井沢の、マリオットホテルですね、スーペリアツインルーム客室シングル2ソファーベッドメインということで、まあ、こちらもね3万5000ポイントで、宿泊予約させていただいて、でこちらもね、客室内に、温泉がねあるホテルで、こちらのホテルは、ちょっとね、なんですか、私もこの泊まった通りね、このノースウィングっていう、まあ、ホテルっていうか、まあ、塔なんですよね。まあ、二つ分かれてるんですよ。まあ、詳しいことはね、まあ、動画見ていただけたらなと思うんですけども、塔が分かれてるんで、このノースウィングっていうところには、大浴場がないんですよね。メインの方の、メインウィングだったかな？ちょっと名前忘れちゃいましたけど、メインの方の建物には、その、大浴場があるということで、まあ、ノースウィングで、まあ、温泉付きのね、まあ、客室なんで、温泉はね、まあ、そこ入ればいいっていう感じなんですけども、やはりせっかく泊まりに行くんだったら、まあ、大浴場もね、まあ、皆さん入りたいと思うんですよね。外歩かなきゃいけないんですよ。ノースウィングがそのメインウィングにね、行く場合に。っていうので、ちょっとね、とても良かったんですけども、アップグレードをされると、やはりね、基本的にこっちのこのノースウィングに、まあ、案内されるみたいなんですよね。うん。ですんで、まあ、基本的にその、大浴場に行くにはね、外歩いて行かなきゃいけないんで、まあ、今のシーズンとかかなりきついですよね。私行ったのそんなに真冬とかじゃなかったんで、まあ、そこまでね、気にならない感じでしたけど、今のシーズンとかね、やはりちょっとね、外歩くってなると結構、気合になりますよね。うん。お風呂入りに行くのに、まあ、外出て行かなきゃいけないってなるとね。まあ、そういう宿、まあ、ちょこちょこあるかもしれないんですけども、まあ、ちょっとね、それが残念だったかなっていう感じはありますかね。この、温泉付きビューパスツインルームってすごい高い部屋なんですよね。ですんでね、まあ、そういう意味ではとてもありがたかったんですけども、まあ、もしね、これから宿泊する際はね、まあ、ちょっとそれ頭に入れといていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、2019年プラチナステータスになってか、まあ、ちょっと例外はありましたけども、まあ、アップグレードをね、簡単にまとめさせていただきましたけども、まあ、料金的にはですね、まあ、その都度ね、一応ブログとか YouTube でね、発信する際はね、確認してるんですけども、大体ね、まあ、5000円から、まあ、1万円ぐらいの、まあ、アップグレードがね、毎回客室で、まあ、いただけてるっていう感じですかね。まあ、それ以外にも、すごいね、アップグレードいただきましたって、今言った名古屋マリオットとか、伊東の修善寺とかですね、あと横浜のシェラトンとかですね、そこら辺もすごい高いね、客室に上げていただいたりもしたんで、そういうところだと本当に1万円超え、全然してるんですよね。っていうので、まあ、結構ね、アップグレード自体はね、まあ、現金換算にしても、まあまあしてもら
してもらえたかなっていう感じですかね。だから、まあ、基本的にはまあ5,000円からまあ1万円ぐらいのまあ客室のアップグレード、まあ、プラスたまに3万円とかね2万円とかねそのぐらいの大きいアップグレードがガツンってきたっていう感じですかね。でまあ皆さんね、私がプラチナステータスということで、じゃあスイートルームのアップグレードありましたかっていう感じですよね。残念ながらね、国内のホテルで私がスイートルームにアップグレードしていただいたことありません。まあ、これはですね、まあ、空室状況とかあとね、週末とか平日とかね、まあ、そういうのもまあ絡んでくると思いますんで、まあ、一概には言えないですけども難しいところがあるんですかねっていう感じですよね。できればね、私もスイートルームに通していただきたいなって思いはねもちろんあるんですけども、まあこればっかりはねホテルの裁量なんでどうなんですかね。まあ今後宿泊をね重ねてったら、スイートルームにアップグレードしていただけるみたいなことがあるかもしれないですけども、まあ今のところはですね、国内でスイートルームにね上げてもらったことは残念ながらなかったですね。プラチナステータスをね持たれてない方はね、やはり気になる部分はここかなと思うんですけども、まあ海外ではね結構スイートルームね、まあ何回かですけどもね、上げてもらったことはあるので、一概には言えないですけども、私は国内ではね、残念ながらスイートルームのアップグレードはなかったっていう感じになりますね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。